今日のイカれた偉人は織田信長。海外から鉄砲を仕入れ、戦に勝ち続け、さらに楽市楽座で富を得て天下統一を狙っていたことで有名です。しかし若い頃の信長は痛い不良野郎でした。無造作ヘアに短い袴、腰にはひょうたんと絵に描いたような不良ファッションでした。しかも父親の葬式でも不良ファッションで現れ、さらには位牌にお香を投げつけたそうです。これに加えて信長の残虐性に怒りを覚えた武田信玄からの手紙の返事には第六天魔王信長というサインを書き残しています。まあ、これ現代風に解釈すると漆黒の破壊神信長、堕天使ルシファー信長といったものです。まあいつの時代にも痛いやつはいるものですね。皆さんの痛いエピソードは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。ではまた。